こんにちは、お久しぶりでございます。なんか最近よくお久しぶりでございますって言ってる気がするな。まあいいや。今日は毎年恒例の、毎年恒例ってわけでもないんですけど、もう先日コメントでね、伊達巻き作んないんですかっていう動画いただいたので、今日は伊達巻きを作ってみたいと思います。このチャンネルでもう伊達巻き多分2回ぐらい紹介してると思うんですけど、前のやつは、ミキサーとか、あとフードプロセッサーがない人用の、動画を作って、その前かな、その前は、フライパンで作る作り方、だいたいオーブンでやると楽ちんなんですけど、フライパンでやるやり方もご紹介してます。で、今回はオーブントースターを使って作りたいと思います。オーブントースターでもね、あのパン焼くやつね、あれでもできるので、それをちょっと今日はご紹介したいと思います。すり身がね、多分すり身とかがね、実は本格的で美味しかったりするんですけど、今回簡単レシピということで、今回も、はんぺん使います。で、材料5つだけです。で、すごい簡単に作れるので、おせち間に合ってない方、ぜひぜひ試してみてください。あとね、お正月中でもね、なんか伊達巻き食べたいな、足りないなっていう時にちゃちゃっと作れるので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ということで、早速作りたいと思います。
い、ということで出来上がりました。はい、こんな感じ、いい感じにできております。ちょっとね、ちっちゃめ、多分普通の売ってるやつの半分ぐらいの大きさですかね、ミニサイズ。これね、だいたい1時間ぐらい冷やすとね、もうしっかりとこんな感じで固まります。で、今回ね、ちょっと薪がちっちゃかったので、ほら結構ちっちゃいでしょ。これ普通に縦に切って輪切りにした感じだとこのぐらいの大きさになるんですけど、こうやってね、斜めに切ることで比べてみるとこんな感じ、ちょっとね、幅が大きくなります。幅がね、欲しい方はこうやって斜めに切るといいのかなと思います。キュウリの漬物みたいなね、こんな感じに切ると面が広く取れます。伊達巻き作る時って、すまきでも普通のすまきじゃなくて、ちょっと尖ったようなすまき使うのがね、結構ベーシックなんですけど、全然今回も普通のすまきでやったのでね、すまきとかは100円ショップで売ってるので簡単に作れるかなと思います。で、今回作ったのはちょっとお砂糖控えめのしょっぱい系の伊達巻きです。で、伊達巻きといえばさ、みんなあれでしょう、なんか甘い系好きな方もいらっしゃると思うので、その時は蜂蜜とか、蜂蜜大さじ1杯とか、これね、蜂蜜大さじ1杯か大さじ1杯もうちょっとお砂糖加えるとかするとよりいいのかなと思います。で、もうちょっとあっさりした感じがいい時は、今回めんつゆ使ってますけど、それをお塩に変えるとね、結構あっさりした伊達巻きになります。オーブントースターってさ、何ワットで何分とか書いてあるんですけど、私のトースターもそうなんですけど、温度で書いてあるんですよね、260度とかで。ネットで調べたんですけど、だいたい1000ワットが250度ぐらいらしいんで、私のオーブンだと260度までついてるんで、まぁ、ちょっとだけ弱めてそれでやってます。で、途中でなんか焦げすぎちゃったなとか、まだなんか固まってないかなっていう時は、上にアルミホイル敷いて、様子見ればいいかなと思いますので、最低でもね、15分ぐらいは焼いた方がいいかなと思います。はい、ということで、すごい早口になっちゃいましたけれども、今日はこれで終わりたいと思います。年末でもう一回ね、動画上げられたら上げたいなと思うんですけど、ちょっとね、バタバタとしているので上げられたら上げたいと思います。まあ、これがもしかしたら最後かもしれないので、今年1年もたまごランドチャンネルご覧いただいてありがとうございました。ちょっと最近あんまりね、とびとびな感じであげれてないんですけど、また来年ちょっと動きがあるというかね、卵をやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんリクエストなどもお待ちしております。で、もうちょっとでね、やっと4万人突破するので、来年こそ、定期的にあげれるね、チャンネルにしたいなと思ってます。ということで、本日もね、それから今年も1年ありがとうございました。来年もぜひたまごランドチャンネルよろしくお願いします。この動画がいいと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。今年もありがとうございました。良いお年を。バイバイ。